発達した前線の影響で、昨日から道南を中心に記録的な大雨となっています。函館に出されていた避難指示は先ほど解除されました。昨日からの記録的な大雨の影響で、函館では一部の地域およそ1万1000世帯に避難指示が出されましたが、午前6時過ぎ解除されました。道内は今日も大気の状態が不安定で、明日朝までの24時間に予想される雨の量は、日本海側南部と太平洋側西部で80ミリとなっています。引き続き土砂災害や河川の増水や氾濫などに警戒が必要です。